皆さん、こんにちは。吉本新喜劇の浅野寛平です。現在、大阪では、高齢者を狙った特殊詐欺被害が多く発生しています。おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、例えば、医療費の払い戻しがあります。あなたのキャッシュカードが悪用されています。などと、不審な電話がかかってきていませんか？被害に遭わないための3つの合言葉は、ATM で還付金は戻らない。ATM で携帯電話は使わない。キャッシュカードは渡さない。みんなで力を合わせて、安全安心な街を作りましょう。大阪警察からのお知らせでした。